やめるんですか？ああ、これでいい。どうです？あの家権運用、天下の劣化をあんな風に無効化できると知らなかったでしょ？家権？ああ、当時私たちが使ってた格闘術の家系ですよ。機会は多くありませんし、あなたが相手だと隙をつかむのも難しいです。まだやりたい？いえいえ、もう十分です。これで私が本人だと信じてくれますよね。ああ、君はここにいる。これを君に返そう、フワ。まだこれが目的だと言っていませんでしたが、ありがとうございます。これからどこに行く？わかりません。まずは自分自身について整理をしてから考えようと思います。返さなければいけない恩がありますし、世話が必要な仲間たちもいます。これから共に戦う機会もあるかもしれませんね。ヨルムンガンドに入る？遠慮します。そもそもあなたがいつ戻ったかすらわかりませんでした。オットーに、バーン。その後のことは何もわかりません。羽に聞いてみるといい。彼女が教えてくれるさ。ん？ヨルムンガンドに入るのはやめておきます。あなたの部下になるくらいなら、自分で組織を作ることにします。そういえば、昔、退去派を作った気がしますが、わからない。ゆっくり思い出さないといけませんね。それもいい。ヨルムンガンドには、君に会いたくない者も何人かいるだろう。崩壊を倒す前に死なないでくださいね。そうだ、一つ伝えておきます。ここに来るように私に伝えたのは、夫アポカリプスです。彼と同盟を結んだようですね。彼のことはあまり信じない方がいいと思います。ああ。夫は私とケビンが共倒れになるのを待って、自分が漁夫のそんな手口で私を騙せるとでも？ほら、私はこうも簡単に羽を奪い返した。罠？ありえない。さっきの手合わせをあなたも見たでしょ？でも、他の羽と違う。封印がかかってる。本気を出す。はっ！エネルギーがもうすぐ尽きる。ケビンの奴があなたをこんな風にしたの？動かないで、力を渡すから。形を保つのも精一杯なのに、道理でケビンはあなたを封印した。これでよし。戻ってきなさい。あなたは何者ですか？私はあなたの持ち主です。ああ、記憶もほとんど消えてるみたい。どんな状態でも私の分身です。私が？ええ。あなたは都政の羽の一枚です。なぜかあなたはケビンのところにいたので、私は死んでいましたので詳しくはわかりませんが、理解できたのなら戻ってきて、力と記憶を私に渡しなさい。死んだ後の出来事を知りたいんです。なるほど。おっと、余計な真似をしてくれましたね。何をブツブツ言ってるんです？彼に殺された瞬間、その瞬間、私は都政の羽の大ゼロ低角出力を発動し、ん？
そういうこともあったみたいですが、確か。あの体は捨てられたもので、中に魂は入っていません。何が言いたいんです？私はここにいます。あなたは何者ですか？ご覧、いい景色でしょ？高いところは好きじゃないです。高いところから見ると何もかも小さく見えて自信過剰になりがちです。でももう少し上へ行くと、雲の上だと日差しも空気も気持ちよくて。そうだ。あなたには見えますか？あなたは実体がありません。その目はどうやって情報を取り込むんです？そういえば、私の話は聞こえますよね。鼓膜はありますか？都政の羽の力です。便利ですね。わからないことがあったら、都政の羽のせいにすればいいなんて。例えば記憶、私の脳にあるはずですよね。あの時、七人の弟子たちに頭をやられてから多くのことを忘れました。でもあなたは羽の中にいて脳というものがないのに、あなたの記憶はどうなってます？そうだと思います。羽が弱った時。それです！ケビンのところにいた時は羽も剥げかけていたから、きっと記憶も損傷を受けています。もしくは、鍵となる何かが壊れてる可能性があり、だからあなたは自分のことを羽ではなく、自分が本人だと思い込んでしまった。意識の転移やコピーは、自己認識のミスにつながりやすいです。オットーも私も同じようなことがありました。その、大丈夫。私が協力します。何せあなたは私の分身。よく考え納得してから力を私に返しても遅くありません。あのオットーにさえ羽を渡したんですから、一枚くらい気にしません。私と一緒に行きましょう。一人だ。どこに行くんです？大巨山に戻りましょう。ずっと黙り込んでますが、大丈夫ですか？気分が悪いなら、私から好きなだけ崩壊エネルギーを吸収していいんですよ。せっかくあなたを助けたんです。消えて遠慮します。勝手にしてください。理解できません。何がです？どうして私にそんなに敵意を抱いているんです？私はあなた。あなたは私。私たちは二人で一つ。私は。自分こそが本物とか言わないでください。今は機嫌が悪いんです。気づいていないかもしれませんが、あなたの状況は正常ではありません。ふっ。それで？続きを言ってみなさい。あなたは本当に不可ですか？私が見る限り、あなたは彼女に似ていません。彼女の記憶を持っているかもしれませんし、彼女の体の中で目覚めたかもしれませんが、あなたは、全く新しい存在です。ふっ！何バカなことを言ってるんです？私には彼女の体と記憶があります。私が彼女でないのなら、むしろおかしいのはあなたの方です。羽のくせに。自分こそが本物のように振る舞って。あなたはいつも子供を見るような目で私を見る。私が気づいていないとでも？私のことなら心配はいりませんよ。自分の。でも、あなたは一点だけ正しいことを言いました。ええ。昔の自分に束縛される必要はありません。かつての自分を真似する必要がどこにあるのです？あなたは過去の私。そう考えてもいいかもしれません。
過去の私はそんなに良かった？そうでもないでしょ。ほら、私の友人。彼は過去に束縛されたかわいそうな人。メイ博士が死んだ時からあなたと彼はそっくりです。たかがメイ博士のためなんて。そんなの割に合います？彼女は。ケビンは人類のために戦っています。彼の覚悟はそんな簡単なものでは。人類のため？どいつもこいつもそればかり。例えば彼、人類のためだとばかり口にしてるけど、本当は死んだ女のためです。彼とケビンの同盟を知った時はびっくりしましたが、よく考えたら似たもな。彼のことはいい、一応彼に助けられたんですから。なぜ私に彼らのことを見せたんです？そうしたいから。そうする力があるから。都政の羽は便利だから。それ私がそうしたかったからです。あ、過去の私、この恩知らずは死にました？思い出すのが面倒ですが、あなた。彼女は死にました。覚えてないですが、私が殺したわけじゃないみたいですね。はあ、昔の私は。彼女たちが憎いですか？覚えてないなら憎しみもないでしょ。ただ人を殺したら命をもって償うというのは当たり前です。死んでもらって当然です。ようこいかんというのはこういうことですね。もう同じ過ちは犯しません。セーフレイヤー、もう亡くなって。わかりません。彼女たちは今どうしてます？わかりますか？現在からある時点までの記憶が欠けていますが、その以前のことなら教えられます。うん、歩きながら話しましょう。一つ質問しても？どうぞ。どうして退去山に行くんです？あそこに新しいものはなく、何年も前に人々から忘れ去られています。実は私は目覚めたばかりです。わかります？何も。まるで生まれたばかりの赤ん坊です。赤ん坊に未来100年の人生計画を作れと言えますか？でも私は計画をしました。だって仕方ないじゃないですか。わかっています。ですがやる気が出ません。逃げていると思われても構わない。でも時間も敵も仲間も待ってくれません。この事実を、自分自身を受け入れて不安にならないと。家と呼べる場所に行ってみたい。帰巣本能かもしれません。そこに行ってみて帰る場所があると分かれば。これもオットーのものでした。私の記憶の多くは他人からもらってるんですね。昔のやり方は気に入りませんね。あなたが私を見下してることも知ってます。あなたが心配です。心配するようなことはないでしょ。今までにない最高の状態です。悩みも心配もなく、目覚めてから初めて自由に感じました。そして私は自分が誰か分かりました。私はフカ。この羽たちも記憶たちも私のものです。無数の。これが貴族意識。私は大丈夫です。
ここにも羽がありますね。多すぎでしょ。私は山にこんなに都政の羽を残したんですか。あなたは。私はあなたの持ち主です。記憶と力を私に返しなさい。あなたも彼女みたいにおとなしく言うことを聞いてくれたらいいのに。さて、この記憶は、メイ博士でした。おそらくどうでもいい断片でしょう。残しても意味はありませんから。確かに意味はなかった。彼女が彼女の計画を話していただけです。私はどうして彼女に服従したんです?彼女の命令に従った結果、人類は全滅するほどの乾杯を経験し、宇宙を探索する箱舟もどこに行ったかわからないし、漁師の海に入ったゴーザも音沙汰がありません。博士は敗者です。どうして全人類が彼女の指示に従うのかわかりません。彼女が立ち上がり、私たちを率いる責任を背負ったからです。知恵は信じてなかったってことですね。火を追う蛾のような勇気。とにかく今回、彼女の言うことは聞きません。私は万物を変えます。楽しみに待っててください。ここは平和だったはずです。この辺りに100人前後の村があったのを覚えています。平和は私たちと関係ないでしょ。この世界に平和なんて言葉はありません。これほどゾンビがいるということは、あの村は危ないかもしれませんね。急ぎましょう。なんで?はい、あの村は私と関係ないでしょ。この世の災難はこんなにも多く、律者だって次から。それは今はもう魔に落ちた者は死すべしというルールはないでしょ。それにメイ博士の心音はもう私たちの頭の中で指示。しかしあれが正しい行いです。何が正しいかは私が決めます。そもそも正しさはどこにあるのです。助けが必要な人がいれば助ければいいし、いなければそれで構いません。この人助けは別にあなたの計画を邪魔しません。うん、そうですね。人助けはして当然です。どうせついでですから行ってみましょう。大きい石像ですね。誰もいないですね。隠れているかもしれません。みんな死んでゾンビになったかもしれない。それもいい。今はゾンビを片付ければいいです。シッ、音がします。彼女は侵食されています。まだゾンビになってません。しかしあれではすでに。黙って。あの、私たちを助けに来たの？ええ、安心してください。ここで何があったのか。みんなが急におかしくなって、さっきみんなが突然白くなってね。さっきというのは今日の出来事ですか？助けて、お願い助けて。ええ、きっと助けます。
少し待っていてください。いいですか？どうするつもりです。彼女の仇を取ります。それは彼女の欲しがる救いで、そうするしかないのです。彼女がもう長くないことは、あなたも知ってるはずです。私にできるのはこれくらいです。他に生存者がいないか探しましょう。いいでしょう。感じますか？遠い先に大きい何かがいます。それが犯人かもしれません。大丈夫。悪い奴はみんな倒しました。みんなも元に戻りました。あなたもすぐに元気になるから安心。うん。あなたは仙人様？私のことを知ってるんですか？ううん。でも似てるの、あの彫像に。あの彫像、大巨山の仙人様だってじいじが言ってた。危ないことがあったらいつも現れてみんなを助けるって。あの彫像は先祖様が作ったの。昔はこんな風に壊れてなくてすごく綺麗だった。本当に仙人みたいなの。簡単なことです。ご覧。うん。彼女を殺したんですか？夢を見てもらったんです。夢の中では今回のことは起きていませんし、全てが彼女の思うままです。彼女を助けろと言いましたが、私にはそれくらいしかできません。綺麗ですね。今日は静かですね。何か言いたいことがあるんでしょ？すでに十分に機嫌が悪いので、何を言われてもこれ以上ひどいことにはなりません。私は多くの権限権と都政の羽を大巨山に置いたため、でも私たちがここに来てすぐ崩壊は発生しました。もういい。あなたを黙らせるのも消えてもらうのも私の思うままです。あなたは都政の羽、前の世代の律者です。あなたをすぐに壊すべきでした。でも私はあなたを尊重します。あなたが存在すること、そして私のそばにいることを許します。私の考えを攪乱するような真似はやめなさい。崩壊。
彼女に与えすぎてしまったのだろうか。当時の私は何のために彼女を作ったのか。だから彼女はあんなにリアルなのかな。でもそうしたら彼女は消えてしまう。変だな。こうやって自分と会話するのは久しぶりだ。ありえない。私が彼女に支配されてる？私が自我をなくし、羽の傀儡になった？いいえ、彼女は私に影響を与えようとしていない。彼女にはできない。嫌だ。